いったー、皆さん、こんにちは、そやけうずでした。シャドウレー。普段やってるようなことをやります。ここ、スタート、そうです、マリオカートです。昨日とは打つ手変わって、おそらく人が違うことでしょう。チャンネル登録してくださった大人の皆様、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ごめんなさい、僕、こういう人間なんですよ、本当は。はい。昨日ね、ちょっとね、なんか真面目な動画上げちゃったんだけど、ごめんね、みんなみたいのゲームだよね、そうだよね、いやなんか申し訳ないわ、うん、で今日も本当に休もうと思ったんだよね、休もうと思ったんだけど、いやいや、サワヤンゲームズなのに、ゲーム上がってないってどういうことと思って、だから今日もちょっとやるわ、うん、楽しみに待ってくれてる、そこの君。そこの君のために、今日は全力でマリオカートやっていくんだけど、動画を今日上げる、ことに至った、理由ももう実はもう一個あって、実はもう一個あって、昨日の動画を上げた後、結構反響すごくて、ありがたいことにね、温かいコメント、多数いただいたんですよ。うん、なんか本当に、サワ、気にするか頑張るみたいなね、すごい優しいコメントいっぱいいただいてね、まあ、もう最高の国だなと思って、日本って。やっぱり日本って、やっぱりみんなの大好きと思って、うん、まあ本当変な人もいればいい人もいるなと思って、本当にありがとうございます皆さん、なんかそういう温かいコメントお言葉いただいて、で、まあその後なんかすごい多分ね、多分なんだけどなんかいろいろみんながこう石丸さんの石丸慎一さんの方にね拡散してくれて、なんとなんとですね皆さん、なんか認知されたんですよね、ミートアップかなんか生配信で石丸慎一さんがサワヤン、あ、サワヤン、ちょっと調べておきますって言ってくださって、もしかしたら会えるかもしれない、対談なんてあるかもしれないみたいな、うん、そういう未来ももしかしていつか訪れるかもしれないということで、僕自身すごくテンションが上がっております。はい、いやもう無理だねそれは、テンション上がってる場合じゃないそれは、それ無理で、はい、燃やされる、燃やされるのを全力で避けて、全力でもやしをよけて、もやしをよけて、いや、スライドで、くっさーい、全力でよけて、うん、全力でよけながら、アンチには立ち向かう、その姿勢を忘れずに入れ進めいきましょう。やっぱりさ、政治とかさ、そういうさ、日本についてとかさ、東京についてとかさ、そういう真面目な話を、に、真面目なことについて、ここ、いっぱい考えたとって、さ、すごくさ、頭疲れるよね、みんな。精神的にも肉体的にも、だからそういう時はこの、バカがやるゲームを一度やる、でもうメンタルリセットですよ、うん、そういう時は一旦ね、一旦バカなゲームをやってメンタルリセットということで、ちょっとね今回の動画ちょっとみんなに一個聞きたかったのが、もしだよ、もし仮にだけど、まあ、うん、若い可能性限りは低いかもしれないけど、もしもし仮に石丸慎二さんと対談するなんてことが叶った場合、みんなはどんなことを話してほしい、うん、どんなことを話してほしい、俺もさ、まあ、もちろんなんか普通、まあ、本当に純粋になんか俺は昨日のサワヤンチャンネル動画があったけど、日本酒作ったからもうその日本酒酒一緒に飲みながら、まあ、石丸慎二さん酒飲むか分かんないけど、普通になんかたわいもない話をしたいんだけど、普通に俺その、まあ、もちろん政治家としてとかもそうだけど、純粋なんか人として好きだから、まあ、純粋にちょっとお話ししてみたいなってあるんだけど、そのもし対談みたいなことがあるとするならば、みんなはどんなことを俺に期待してんだろうと思って、何を話してほしいんだろうと思って、なんかぜひなんか話してほしいこと、まあ特にこの俺ら世代10代20代に問う、俺のチャンネルを見てくれてるそのこの君、小学生中学生高校生、まあ、大学生でもいい、社会人1年目でもいい、うん、20代から10代のみんな、何を求める、俺に何が見たい、正直に伝えてくれ、うん、それを俺は、なんかちょっともう、もし、チャンスがあるとするならば、ちょっとちゃんと聞いていきたいなと思って、てか、なんか後ろすごい離れてね。全員回線落ちした、もしかして。俺早すぎんの、俺。どうなってんの、俺。どうなってんの、このゲーム。なんか、俺ぶっちぎってんだけど。クソ早いんだけど。待って、これもしかして負ける？いや、まさかこれで負けないよね。いや、まさかまさかまさか、そんなまさか。オッケー、食らってる。あっぶな！いや、あっぶねえ！あっぶねえ！ギリギリ 1位！ ナイス 1位！台が叩くのはいつも大パンってやつで、うん、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん覚えてください、これよくやるんで僕、うん、特に意味はないですけどね、うん、ほぼ1、2レースで喋りながら全部喋ったんだけど、うん、ほぼ全部喋ったんだけど、どうしよう、ここ
さあ、まあいいかな、考えずに。まあもしね、石橋慎二さんもなんかステージ上ちょっと疲れたら、まああの、俺んち来て一緒に回り帰りましょう。いい息抜きになりますよ。うん、勝てばの話だけど。もし逆にハゲるかもしれないけど。逆に俺のせいで、石丸さんハゲるかもしれない。このゲームやりすぎて。このゲーム皆さんやらないでくださいね、基本的に。あの、すごく危ないゲームです。本当に危ないゲームなんで、まあ今ちょうど東京が舞台になっておりますけど、こんな東京は嫌です。こんな東京は嫌だランキングぶっちぎりナンバーワンです、これ。消えた？どうなった？なんかすごいことやってない、今。オッケー、2で終わった、2で終わった、2で終わった。なんでだよ！こんな東京は嫌だ！本当に最悪な東京だよ、これ。東京スクランブルとかわけわかんねえ、東京。これ、石丸さん、この東京変えてもらえませんか？なんか。なんかしら。石丸さん、もうこんな東京は嫌だだから！石丸さん、ちょっと変えてほしい、これ。この東京変わんないのか、なんか。変える方法ない？なんか、特別な、なんか、うん、石丸さんだ、石丸慎二さんと、石丸慎二さんのこの東京どうやって変えるんだろう。どういう策があるんだろう。よいしょ、危ない。反射神経、危ない、バナある。よく避けて、はい、もう無理。もう、なんか、なんならもう、なんならピリ取りそう。なんなら、こう、わけわかんない、テレサとかね。盗みもあるような東京。おっと。ワンチャン？ワンチャンある？ないか。さすがにきついか。さすがにきついな、ナイスに。ごめんなさい、東京スクランブル、ニンテンドーが生み出したこのマリオカート8ドラッグスにおける一番地獄のような東京、東京スクランブルに関しては、ここを私がなんとか変えます。さあ、なんで、都知事選に宣伝してください。ごめんなさい。ほんと余計なこと言って すいません、ほんとに。てことで、コツコナッツモルツですね、久しぶり言ったわ。久しぶりだ、あ、そうです、あと、僕ちっちゃいやつ言えないんです、皆さん。今言ってるけど、言えないって言ってるそばから言ってるけど、ちつちゃいつを言うのはちょっと苦手なんで、時折ね、ちつちゃいつが大月いつに変わってしまうときあるんですけども、そこはちょっと、あんま気にせずにお願いします。やめて。もうやめて。何もしないで。何もしないで。なんかやばい。あーもうやばい。絶対やられる。絶対やられる。やられる確率、ね、2億%。ナイスキノコ。もういっちゃおう、俺。前行っちゃおうぜ。俺たちで前走っちゃおうぜ。どうする？俺あえて譲らない。あえて譲らない。それは、いや、ここで譲る。ごめん、ここで譲る。ここで羽生譲るして、ここで譲りングして、ここで行ったー。ここでアイテム取らないと終わりなんです。はい、お疲れ様でした。さあ、どうしましょう。ここからどう勝ちましょう。まずメダル集める。ここで、緊急停止ですね。つまり打開ってやつです。はい、皆さんが、よく耳にする言葉ランキング第、28位ぐらいの言葉、打開。はい、ここで、止まりきれなかったんで、非常に緊急事態、非常に緊急事態って謎の日本語を言って、危なすぎる。うん、それ無理ですね。はい、もうこれ負けてくださいの試合ですよ、これ。負けてくださいの試合で、で、ここでサンダがワンチャン振れば、なんかちょっと奇跡起きるんだけど、誰か持ってない？雷。男女平等パンチを回避すれば、ここで、ガッツシーク。これガッツシーク。いけ。で、おら！くそ！ラストかもしれないレース！リンリンメトロ！一番好き！なんだかんだここが。なぜかわかる。ここ、ラス化するところが、スタートほとんどないから。なんか、落ちるところがないコース好きなんだよね。うん。あとは、ま、なんか、すごい、なんかこう、地下鉄、うん、なんか別に電車男じゃないんだけど、なんか、暴れて、あと、アイテムが多い。うん。アイテムが多いっつうことは、まあ、つまり、奇跡を起こす、可能性が、ぐーんぐーん折り上がるってことなんだよね。だからすごい。みんなすごい攻撃的。すごい攻撃的。どうする？すごい攻撃的な中で、攻撃番、目には目に、歯には歯を。うん。がっつりいく。もう、がっつりいく。はい、芝居て一緒のやつ。で、ここも芝居ちゃう。芝居て、2匹とも。2匹とも圧勝して、バラせちゃう、気をつけて。はい、待って。トゲ来てる。譲らせない。譲らせない動き。しっかりかわして、うまい。ジャンピングアクションでダブルアイテム取って、で、ここでやる。当たってないか。ちょ、調子こいた。ごめん。攻撃的すぎた。ごめんなさい。
本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、平和主義者なんで。平和第一、平和第一、平和第一。あー、それ危ね、回避したら危ね危ね。相手前だしね、悪くないよ。これちょっと照れ下げ、ちょっとだけ照れ下げ、一枚で打った、がっつり、やばすぎ、避けて、あーもうそれは無理、くそー、やばだ、こっからこっから行く、こっから見せる、うわやばそれ、それややっべ、それやっべ、なんで前投げてんの、やばすぎ、ダメだって、いや違う、全然違うわ、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、いやここでもう、なんでお前いいんだ、王鵬、いやここでいける、ここで見せる、最後3打、雷、雷シングルでいい、給料あって雷、なんでによいしょ、テクニック大きい、によいしょ、うっ、もう一回ってことで、皆さん、夫の最終レース、ネイチャーロード、自然は大切に、森林伐採はほどほどに、最近政治のことが見てるせいで、なんか政治っぽいこと言いなくなっちゃってる、定期的な、こちら、定期的じゃない、典型的な、なんか、ミーハー野郎、ミーハー野郎です。はい。ごめんなさい、リモコン握ると知能レベルが3歳児になるんで、そこだけご理解いただけると嬉しいです。はい。ゲームはね、賢くやってもしょうがないんだよ。ゲームは、子供に戻るための、道具なんで。なんで、バカでいいんです。賢くある必要はないんです。バカが一番。時にはバカになることも、なん。このバカだけ、夜のホームラン王だけは絶対しまく。夜のホームラン王とかわけわかんない、下品な名前出してるやつは、処すべき。消すべき。絶対消す。夜のホームランしまく。夜のホームラン。よっしゃー、ホームラン、ホームランです、夜のホームラン、ナイス、夜のホームランしまって、夜のホームラン、夜のホームラン、どこ行ったあいつ、当たんね、クソ、メルトロン、夜のホームランどこ、今ごめん、夜のホームランをしまくことしか頭にない、俺多分ギリ交換間に合う、ギリ間に合わず、交換以前の問題、やばい、分かった分かった分かった、早く走るお前、アグリーメダル足りてねえだろお前、おっせえおっせえぞ、うわーい、逃げてたのに、やべ、夜のホームラン来た、やばい、多分俺ヘイト買ってる、これはもう男の天使、男の禁忌だから、男の禁忌だから、急いで行く、落ちないでね、落ちないでね、いやこれワンチャン、ワンチャン、こっからワンチャン、ダブルって、よいしょ、また行け、いけ、神谷君、ホームラン王だけ、ホームラン王だけ絶対負けなきゃいけない、ホームラン押して、ホームラン押して、ジャンピングアクション、シングル取って、やばい、サード振ったらごめん、やばい、なんかやってきそう、やばい、ホームラン王危ない、ホームラン王やめて、ホームラン王やめて、よいしょ、オッケー、夜のホームラン王とデッドヒートを繰り広げ、俺は今日夜必ずホームランをぶちかます。